はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回は勝負のミキサー会やっていきたいと思います。はいということでございまして、今年もついにこの季節がやってきてしまいました。というのもですね、先日からこちらのお知らせが来ております。はいこちら最強決定戦ですね。はい純正最強決定戦のお知らせが、ついにやってきました。まあ、毎年ですねこの時期3月の末というところというか、まあ、シリーズの末ですね、毎年そのシリーズの最後にですね来るこの最強決定戦、純正の最強決定戦なんですけれども、まあ、今年もですね3月11日からエントリー開始で、15日から試合開始っていうね、スケジュール間で行われるという発表がありましたので、まあ、これもまた毎年恒例ではありますが、まあ、ここに向けてですね DNA 純正の最強のオーダーを目指すべく、またね、ちょっとオーダーの方を作っていきたいなと思っております。でまあそのね最強を目指していく上でまずね絶対にやらないといけないのがそのミキサーというところなんですけれども、今現状ですね DNA の選手は通常のものが6選手未所持という形になっております。でまあその中で佐野選手に関してはこの後第3弾でね3600が出るので、まあいいとして残りの5選手ですねに関してはできる限り確保しておきたいといったところでございます。ということでまあ今回はねその5選手を狙って大量ミキサーやっていきたいと思います。はいということで、ちなみになんですがミキサーをやる前に、ちょろっとだけオーダーの話をさせてもらいますと、今現状ですと、割とですねそれなりに揃っているところではあるんですけど、まずやっぱ野手でオースティンに関しては絶対にちょっとパワー型のところでね、ここに、スピリッツそのまま上乗せで入れ替えられるので、まあ、入れ替えたいなと思っています。まああとはもしくは村田選手を無理やりこう頑張って、限界突破コーチとか使ってミパ同値持っていくかっていうところも選択肢にはあるんですけど、まあオースティン選手に関してはパワー型なのでオーダー入ってくるかなと思ってます。で続いて投手陣なんですけど、投手に関してはやっぱり今永選手に関してはね、絶対継承がしたいなと思っています。あとはまあ一応投手これでもね、山崎康明選手が溢れるぐらい、余ってるというか、まあ配置は全然これから考えないといけないんで、別にこれでいくってわけじゃないんですけど、まあ結構投手に関しては今年、OB が2人出たりとか、あとはバトスタル伊勢選手がね出たりとかっていうところで、かなり投手は通常が取れてなくてもなんとかね最高のスピリッツでは埋め尽くせそうな感じにはなってます。でちなみにまあ70レベルの選手が結構いるんですけど、この辺はまだ継承してないだけなので、この後、継承する予定です。はい、まあそんなところであるんですが、じゃあもうやっていきますか、Sランクミキサー。いやーもうね毎年ここは本当にもうやるたびに思い出すんですけどね、あの2年前のパットン事件だったりとか、まあ本当に沼にはまったこともたくさんありました。ただ今年は一味違います。シリーズ1は確かね割とかなり早い段階で、コンプができたりとかそんなところもあったんで、まあそこをね目指して、頑張ってやっていこうかなと思います。ということでまあとりあえず圧縮なしでいきましょうか。はい、じゃあこの5選手でいきたいと思います。島本選手に関してはね、あの阪神純正に入れてるものとは別のやつですね。交換会かなんかで、69レベルのすごい中途半端なやつが来ました。さあということで一発目、とりあえずまず幸先よくニューを出していこう。この演出にはね、ニュー演出とかがないんでちょっとそこは面白くないんですけど、さあ1回目しっかり演出が来て誰が出るか、まあそうだよな、まあそんな簡単には出ないんですよね。はい、エスコバ選手のかぶりでございましたと。ちなみに確率的には今21選手出てる中で未所持が6選手なので、21分の6、7分の2って感じですね。まあ割と引ける確率だと思うんだけどな。圧縮をするとさらに16分の6まで確率上げることができるって感じですね。まあいいや、もう1回ね圧縮なしでいきましょうか。割とリア対的には熱いラインナップ入れたよ。さあどうかな、お願いします。さあ今回の2回目、前回確か何回だったかな、6回とか7回とかで2選手揃ったんじゃなかったかな。まあでもその時に比べて今回ニューがまだ多いんでね、未掃除が多いんでちょっと何回やることになるかマジでわからん。いきましょう2回目。あー大貫選手もかぶった。大貫選手も最初当たった時めっちゃ喜んだんですけどね、まあまあしゃあない。さあ3回目、これでダメだったらちょっと圧縮いきましょう。うん、じゃあいきます。3回目、とりあえずまずは、今の選手ボックスの中にあるね S ランクから、在庫を処理していっております。さあ頼む。プレゼントボックスにもね、一応今現状多分200枚から300枚ぐらいの S ランクはあるんですけど、本当にできる限り使いたくない。お願いします。いやー持ってんなー、ここも3連チャンかぶり。まあまあなかなか渋いスタートですねと。なるほど、2020シリーズ2厳しい幕開けですといったところで、どうしようかな、祝この5人かな、これでいきましょうか。ちょっとね倉本選手とか戸柱選手あたりって A ランクがあんまり出てないので、できる限り S ランク取っときたいんですよね。うん、ということでこれでいきます。いやこれならいけるんじゃないかな、さすがに確率かなり上がってるよ。お願いします。この演出も来年変わりますかね、グランドオープンでね。ちょっとグランドオープンの動画も近いうちに出てると思うんですけど、演出変わってくれたら嬉しいな。さあ
圧縮1回目 OK、 上里選手のニューを引いた。 OK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 、 まあここはそうですね、正直オーダー入るか微妙なラインではあるんですけど、まあとりあえずここでニューを引けたのは大きい。 OK です、コンプリート日報は近づいた。さあということで残りの選手が、石田選手、オースティン選手、大和選手、今永選手ですね。まあとりあえずまず投手の2人先に引きたいな。うん、投手の2人からまず引いておきたい。さあじゃあ行きましょう、4回目いきます。4回目はこの5人、結構地味にね、選手ボックスになかなかミキサーに入れづらいような S ランクたちがいてね、意外とアップ化してたんですよボックスね。さあということで、これが5回目ですね、トータルで5回目、連続でニューをいい流れで打ち抜きたい。お願いします。さあ誰が来るか。はい、いやー、はい、ということで6回目このラインナップでいきたいと思います。多分もう選手ボックスでいけるとこはこれがラストかな。いきましょう、バトスタの去年の安崎さんとかね、懐かしいところであるんですが、多い演出きた。まあ今5回やって一応圧縮の中でニューが引けたのが1回、まあなかなか厳しい流れではあるけど、ここでニューが引ければ OK、 頼む。いやー、かぶるなー。はい、この5人でいきます。まあ戸柱選手もまあできれば置いとくって話をしたんですけど、さっきまた1枚当たったんでもうこれでいきます。はい、いきます。さあ頼む。7回目かな、ラッキー7。圧縮でさっきもね、まあ一応ニュー最初引けたんで、ここも連続で引いていきましょう。やっぱ圧縮しか勝たん、圧縮じゃないと安心と信頼の圧縮お願いします。逆に出ないと辛い。7回目、誰が出るか。はい、よー、うーん、いや容姿なんだけど容姿じゃないんだよな。まあ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 、一応ニューは出ましたね、一応ね。いやー、でも一番当たらなくてもいいところが、まあでもこういうもんなんですよね。ということで残る選手名鑑4選手になりました。いや本当に当たってほしいところがマジ当たらんな、ここ本当に当たらないときついんだけどな。まあ大和選手も最悪、まあ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 っていう感じです。でもやっぱコンプリートしたい。はい、ということでちょっとプレゼントボックスの方から引っ張っていきたいと思います。はい、ということで結構引っ張ってきたんですけど、ですね、プレゼントボックスにこんな偏りを発見しましたので、これでいきたいと思います。デスパイね、5人ミキサーです、お願いします。さあ頼む、これならニュー出るだろう、これならニュー出るよね、うん、きっと出ると思う。これでニュー出なかったらもうデスパイネが悪いわ、それは。うん、デスパイネ全然いいねじゃないじゃんって話ですよこれは。お願いします。さあ頼む、お願いします。8回目、はい、はい、じゃあ次はこの5人いきまーす。いやもうデスパイネがなー、今持ってきてくれると思ったんだけどなー。9回目、お願いします。はい、はい、10回目です。これで S ランクが50体なくなりました。まあ10人帰ってきてるんじゃ、帰ってきてるは帰ってきてるんだけど、いやーでもニューはここまで狙いのところは一応1人、厳しい展開である、お願いします。うわー、はい、じゃあこの5人でいきます。さあもう11回目ですよ、11回目。とりあえずあと3人なんだ、あと3人、まあ、全員コンプまではあと4人。11回目、またちょっと待って、神里さん出すぎ、流れを変えよう、きっとこの男が運んできてくれる、頼むー。はい、でいっ、いくらなんでも偏りひどすぎん、戸柱さんと神里さんと三島さんの確率えぐいよ。はい、じゃあこれでいきます。もう何回目か忘れました。はい、いやもうちょっとこれダメな、さすがに1回祝いこう。エスコバー、三島、宮崎、神田と大阪、この5選手で、岸田選手か今永選手かオースティン選手か大和選手、この4人、頼むマジで。もう S ランクだいぶなくなってきてます、お願いします。はい、いやもうね、実は本当はね、本当の話をすると、まあ、結構いろんな球団の純正僕やってるじゃないですか。で将来的にはね、全球団の純正をある程度組めるようにやりたいっていうね、まあ、目標があるんですけど、このミキサーがマジで逆を言ってるんだよな。もう圧縮どんどんやっていこう、どんどんやろう。石田、今永、オースティン、石田、今永、オースティン、大和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 。はい、この5人でいきます。いやもうね、だいぶマジで S ランクなくなってる、本当にやばいっす。多分もうそろそろ70体、80体ぐらい使ってますからね、そろそろ出るっしょ、来るよね。はい、ちょっと優しめに「はい」って言ってあげたんだけどな。はい、じゃあこの5人でいきます。よーっしゃ
よーし、今なんかもうちょっと一周回ってなんかもう頭おかしくなって変な声出してたら出たわ。やった、ナイス、今永さんあれ出す。オッケー、よかった。とりあえずまあでもこれでまあなんとかオーダー組めるラインまでは来たな。今永さんは絶対に外せなかったんで、まあここはね取れてよかった。そしてちょっとスプリットチェンジにね球種が変わってるんで、まあここはリアタイでも使ってみようかなと思います。オッケー、嬉しい。ということで、スラング残り3選手です。石田選手、大杉選手、山本選手、いけそうな気がしてきたけどな。いけそうな気はしてきた。ただちょっともうキリがないんで、とりあえずあと5回やります。はい、あと5回やってダメだったらまたちょっと多分ねグレードアップスカウトとかも来るんで、そこでまたやりましょう。あとは生放送とかでもあります。とりあえずもう動画がちょっとね閉まらないんで、もうあと5回にさせてください。はい、いやでも大丈夫、あと5回で俺全部出すから見といてください。さあじゃあ残り5回いきましょう。まず1回目、お願いします。さあ頼む。まあでもトータルで多分これ S ランク100体以上絶対使ってますよね。まあ20回前後ぐらいになるんじゃないかと。ちょっともう回数忘れちゃったんだけど、さあ連続で残り石田、オースティン、ヤマト、石田、オースティン、ヤマト、はい、何回来るんマジ。いや後ろを振り返ってはいけない。何回目に入れてるか分かんないけど東條さんまた行かしてもらいます、ごめんなさい。さあ2回目、あと4回、いいね、いいエース、俺は引ける男。あと4回で3人行くから見てくれ、お願いします。はい、いや、いやまだここからがある。残り3回で3人抜けばいい話、ただそれだけ。石田、オースティン、ヤマト、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 石田、オースティン、ヤマト。はい、ということでね、まあ残念ながらちょっと今回でのコンプリートはなりませんでしたけれども、残り2回でとりあえず2人抜こう。石田、オースティン、石田、オースティンを抜ければもう全然勝利。ヤマト選手はもちろん欲しいよ、欲しいけど、その2人、まずはその2人から行こう。大丈夫、俺なら引ける、みんなの力がある、俺なら引ける、お願いします。はい、ってことでラストです。まあちょっと結果的に残念ながら今回コンプはできませんでしたけれども、次回に期待してください。まあでももしかしたらねまだ追加あるかもしれないからね。ポジションの追加まだ終わったとは言い切れない状況ではあると思うんで、一応ね毎年の流れだったら終わりっちゃ終わりなんだけど、まあでもまだDNA 純正強化会は続くということで、次回もお楽しみにしててください。終わりよければ全てよし、お願いします。はい。